どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトハピタスで D ポイント 25% 増量キャンペーンについてね、解説やっていきたいというふうに思います。先日出しました D ポイント 15% 増量キャンペーンがね、行われておりますよね。そのキャンペーン自体がですね、昨年まではですね 20% 増量キャンペーンだったんですよね。こちらがですけども、今年に関してはですね 15% 増量ということで、あまりね注目度がね低いのかなというふうに思っておりまして、まあこちらね個人的見解なんですけども、各ねポイントサイトがですね独自キャンペーンをね今行っているっていった形になりまして、そんな中でですね、ポイントサイトハピタスがですね 25% 増量ということでキャンペーンね出してきましたので、かなりね増量してきたなというふうに思うわけなんですよね。またですね、ポイントサイトハピタス自体はですね2020年11月現在ですね、ドットマイル増量キャンペーンっていうのがですね行われているっていうふうになりますんで、実質ですけども ANA マイルね 93.75%、 JAL マイル 80% ということで、かなりすごいキャンペーンがね行っているっていった形になりますので、こちらのキャンペーンについてはですね専門の動画ね出しておりますので、そちらね見ていただけたらなというふうに思うわけなんですけれども、今回の動画ではですねドットマイル増量キャンペーンがね行われているっていうこともありますので、そうなるとですね D ポイントってなるとですね JAL マイルね交換することができるわけなんですけども、ドットマイル増量キャンペーンね利用した方がいいかなというふうに思いますので、今回のねこのハピタスの D ポイント 25% 増量キャンペーンに関してはですね、 D ポイントをたくさん欲しい方、もしくはですねポイントサイトのポイントもそうなんですけども、現金化ねしていきたい方向けかなっていうふうに思っておりますので、その点ねご了承いただければなというふうに思います。それではですねキャンペーンの概要ねいきたいというふうに思います。期間がですね2020年の11月の17日からですね2021年の1月の6日までというふうになっております。こちらねエントリー必須のキャンペーンというふうになっておりまして、ポイントサイトハピタスの方はですね特にねエントリーは必要ないわけなんですけども、 D ポイント側の 15% 増量キャンペーンに関してはですね、こちらねエントリー必須というふうになっておりますんで、こちらね忘れずにエントリーねしていただければなというふうに思います。エントリーフォームはですね動画の概要欄に載せておりますので、そちらからねエントリーしていただけたらなというふうに思います。でですね増量分はですね 25% というふうになっておりまして、こちらね内訳に関しては 10% がハピタスポイントで付与されて、 15% は D ポイントの期間用途限定ポイントでね付与されるっていった形になっております。こちらポイント付与時期に関してはですね、どちらも2021年の2月末っていうふうになっております。それでは次にですね交換方法の流れについてね解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、 D ポイントクラブのねサイトにエントリーを行っていただいて、ポイントサイトハピタスからですね D ポイントに交換するっていった形になっております。こちらねポイントサイトハピタスからですね D ポイントに直接交換するだけで利用することができるっていった形になっております。でですね、D ポイントの 15% に関してはですね、ポイントサイトハピタスから D ポイントにね交換することで 15% ね増量されるっていった形になるわけなんですけども、 10% 分のですねポイントサイトハピタスの方の分には条件がねあるっていった形になっております。こちらの内容に関してはですね冒頭の方にね言いましたドットマイル増量キャンペーンとね同じような内容っていう風になっておりまして、2000ポイントを獲得するたびにですね2500ポイントのね上限が上がっていくっていった形になるんですよね。ですので期間中に2000ポイント獲得すると2500ポイントっていった形になっておりまして、4000ポイントで5000ポイント、6000ポイントで7500ポイント、8000ポイントで1万ポイントといった感じで、どんどんね上限が上がっていくっていった形になるんですよね。でですねポイントサイトハピタスのねこのキャンペーンもですね上限がないっていった形になりますので、案件をね利用すれば利用するほど上限がね上がっていくっていった形になりますので、この点はですねかなり強いかなというふうに思います。それでは次に対象案件についてなんですけども、基本的にはですねほとんどの案件がね対象っていう風になっているわけなんですけども、一部ね対象外の案件が存在します。
ちょっとねここら辺にね出しておきますけれども、モニター案件、楽天市場、楽天24、私プラス資生堂、他資生堂のね関連する利用案件に関してはですね、こちらのキャンペーンについては対象外っていう風になっておりますので、こちらね特に注意していただけたらなという風に思います。それでは次にですね、 D ポイントの利用先についてなんですけども、今回ね 25% 増量分のうち 10% はハピタスポイント、 15% は D ポイントということで、 10% のねハピタスポイントに関してはですね、ドットマネーを経由すれば、まあ、現金にもね交換することができるっていう風になりますんで、またね各種ポイントにもね交換することができるっていう形になりますんで、まあ、お好みでね利用することができるかなという風に思うわけなんですけども、この 15% のね増量分ですよね、こちらは D ポイントの期間用途限定ポイントということで付与されるわけなんですよね。ですので、まあ、D ポイントの、ね、期間用途限定ポイントっていうのは、まあ、利用先はね限られるっていった形になりますし、またね D 払いとかにねセットすれば利用することができるわけなんですけども、利用する先はですね普通の通常ポイントよりかは少ないっていった形になるわけなんですよね。先日の動画でですね、 D ポイントの期間用途限定ポイントをですね現金化する方法っていうのをですね今実践しているっていった形になっておりまして、現在進行中で私ね利用させていただいているわけなんですけども、日光フロッキープラスドコモというねサービスがあるわけなんですけども、こちらですね D ポイント期間用途限定ポイントでも株などはですね100円から購入することができるっていった形になっておりまして、でですねこちらね日経平均に連動する日経225連動型上場投資信託っていうのと、その逆の値動きをする日経平均インバース上場投信っていうのをですね同時に購入するとですね、もともと株っていうのは、まあ、損益がね出るっていった形になるわけなんですけども、この2つをね同時購入することによって損益をね打ち消してくれるんですよね。ですのでほぼノーリスク、ノーリスクまで言うとねちょっとあれかなというふうに思うわけなんですけども、手数料等々を入れてですね実質 99.7% 程度でですね現金化することがねできるっていった形になってるんですよね。ですので D ポイントのね期間用途限定ポイントが現金化でね利用できるということで、こちらねかなりねいいのではないのかなというふうに思ってるわけなんですよね。でですねこちらに関してはですね株をね購入するということで SMBC 日興証券のね口座開設が必要っていうふうになるわけなんですけども、期間用途限定ポイントはですね本当に D 払いのキャンペーンであったりですね D ポイントのキャンペーン等々ですごいねよく付与されるっていう形になりますんで、パーセンテージは低くなってはしまうんですけども、現金化ができるっていうのはですね本当に大きいかなっていうふうに思っております。ですので興味がある方はですねぜひね実践していただければなというふうに思うわけなんですけども、こちらのね利用方法に関してはですねちょっとね動画ねかなり長くなりそうなので、動画ね別に用意しようと思っておりますので、そちらね参考にしていただければなというふうに思います。ですのでこちらをねもらった期間用途限定ポイントに関してはですね現金化を行って、またねビザ、ラインペイ、クレジットカードのね 3% 還元とかありますよね、まあ、こういうものを買い物してそちらの支払いに当てたりですね、 JQ エポスゴールドカードの 6g 経由でね利用した金額とかにですね充填していただいた方が、まあ、個人的にはですねかなりおすすめかなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねポイントサイトハピタスの D ポイント交換 25% 増量キャンペーンについてね解説させていただきましたけども、ポイントサイトハピタスに関してはですねドットマイル増量キャンペーンがね本当にねすごいキャンペーンっていう風になっておりますので、もしねこのキャンペーンがなかったらですねこのポイントサイトハピタスのねこの 25% 増量キャンペーンについても注目を浴びたのかなっていう風に思うわけなんですけども、 ANA マイルもしくは JAL マイルをね貯めている方であればですねこのドットマイル増量キャンペーンの方がねかなりねおすすめかなっていう風に思いますので、利用する方はですねかなり限られるのかなっていう風に思います。ですけども
25% 増量キャンペーンというね、かなりすごいキャンペーンというふうに思いますので、現金化ね考えられている方であればですね、こちらのキャンペーンもねおすすめだなっていうふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、チャルマイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモンモホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。